どうしよう。勢い余って本当に買ってきてしまったけど、もしやこれは渡すハードルが格段に上がったやつでは。やっぱりお菓子の方が。おはようございます。おはようございます先輩。どうしたんですか、そんなに慌てて。あ、いえ、なんでもなくて。お礼渡さないと。でもやっぱり重いと思われたら。いや、でも先輩に限ってそんなこと。あの、この間はありがとうございました。よかったらこれ。好みじゃなかったら申し訳ないんですが。エプロン？ああ、やっぱり迷惑だったかな。ありがとうございます。よかった、喜んでくれたみたいで。あの、きっと似合うと思うので、ぜひうちで使ってください。またお家に伺ってもいいですか。え、あ、いや、そのうちっていうのは先輩のうちという意味で。はい、そうですよね、すみません。私ってば、なんて恥ずかしい早とちりを。でも先輩さえ良ければ、また来てくれると嬉しいですけど。じゃあ、あの、そのうちにまた。はい、あの、よろしければまた。二人とも午後から休み取る？やめてください。